この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。反逆のアンダードッグ、大野隆史です。昨日は本当にありがとうございました。まあ本当にもうほっとしたしかちょっと今出てこないですね。本当にもう本当に良かったなっていう、もうそれだけですね。まあこれ今がまあ本当にスタート地点に立ったところなんですけど、すいません、ちょっと今本当に嬉しいなっていう気持ちが今でかいです。顔にいじめ幸せがねじゃあ質問お願いします。本当におめでとうございます。ありがとうございます。もうそれだけ、もうそれこそもうプロで30何戦やってきて、この試合は本当にこれまでにないぐらいのもうプレッシャーというかがあったっていう感じですか。そうですね、まあ、プレッシャーっていうかもう本当にもう本当にこれ多分逃したら多分もう絶対もうこういうでかい話は絶対ないと思う、もう自分で思ってたし、もう絶対に本当逃したくないと思って、もうどう本当にもう勝つか、もう勝とうかなっていうことばっかり本当考えてました。で昨日の、昨日、おとといの計量で、相手と会って、その時に、まあ、よくあることだと思うんですけど、まあ、手を握った瞬間、なんかビビッとなんか来たね、なんか、こいつなんかやっぱりやるなっていう、なんかあったんですよね、自分の中で。なんで、やっぱり明日はただじゃつまねえなっていうふうにちょっと思いながら、リングに上がってました。実際にキング京介選手、まあ、戦ってみてどういう印象だったんですか。そうですね、なんかやっぱりフリッカー的なあの構えがもう何考えてんのかなと思って、もう何飛んでくるかなと思いながら、もう警戒しつつ、でもやっぱり自分もやっぱ練習してきたことがいっぱいあったんで、もうとにかく自分でやってきたことをもう淡々とこなそうと思って、もう一つ一つ動きをそうですね、やってきた動きを本当にやってました。本当その気合というか、もうリング上からもすごい伝わってきたんですけど、ただまあ一方でやっぱりそのキング選手のそのカウンターのうまさを考えると、結構やっぱ怖かったは怖かったと思うんですよね。どんどん攻めていくっていうことに関して、その辺は問題なかった、問題ないっていうか。いや、そうですね。いや、確かに怖かったっす。怖かったっすけど、まあ、毎回言ってるように、もう怖いじゃ、試合は、成り立たないし、それじゃやっぱり、それこそ本当つまんない試合になるし、それじゃ自分じゃないんですよね、やっぱり。怖がってる試合じゃなくて、その一発をどうかいくぐって当てに行くか。それがやっぱり1ラウンドのあのダウンにつながったと思ってるんで、はい。ただ本当に倒せなかったのは本当に残念ではあるんですけど、バイキング選手相手にやっぱりそこまでのやっぱりことは、まあちょっと難しかったかなってのもあるし、まあそこが自分の爪の甘さっていうのもあるかなと思ってます。はい。なんか応援団の方たちもものすごい声の量で、そうですね、はい、もう自分もそうですけど、もう応援してくれる方たちも本当に自分と同じように声援で本当に戦ってくれて、本当に一緒に戦って本当にもらえたなっていうふうに思ってます。はい。今回はやっぱりその出場者決定戦になったということで、応援団の方たちも大野選手、もしかしたら大野選手以上に燃えてた感じだったんですか。じゃあそれはあるかもしれないですね。本当にもう試合前からもう本当に頑張れよってもう本当にもう言ってくれて、で今回いろいろとタオルみたいなの作ってくれたりとか、もう本当にもう感謝しかないと思ってます。はい。もう本当にリングの外からも本当に一緒に戦って本当応援するよっていう感じだったんで、もう本当にもうリングの中外と共に本当みんなで戦った感じです。はい。それでまあ試合に勝利して、まあ、リング上で、まあ、エバラ選手とも、まあ、向かい合ったわけですけど、
どう、まあ、勝った嬉しさがあったからなかなかあれでしょうけど、なんかちょっと感じたものありました。初めてあんだけの距離でちょっと会ったんですけど、爽やかだし、イケメンだし面白くないですねそして、おまけに強いと、まあでも、こいつとやるのかって感じですよね。本当、目の前に見て、ついに来たな、現実になったなってふうに思ってました、リングの上では、はい。やっぱこれから噛みついて倒す練習をしていくわけですよね。そうですね。アンダードッグのストーリーが始まりますね、これで。はい。ちなみに、まあ、昨日は解説席で小笠原選手、栄作選手を見てたんですけど、その辺の目線というのは気にはなりました？いや、全然気づかなかったです。試合終わった後に、ああ、解説してるんだと思って、何言われてたのかなって。すごい気になってます。皆さんが何か他にありますか？はい、1ラウンドで左フックでダウン取りましたけど、あれは狙ってた練習してたとかっていうのはあったんですか？そうですね、まあ、パンチ振ってくるのはもう分かってはいたんで、で、まあ、別にそこまで自分で別にその得意って思ってはいないですけど、まあ、来たら、まあ、絶対に何か合わせようと思ってたし、まあ、来るのは分かってたんで、まあ、いつかなっていうふうに思ってたんで、あ、来たなと思って、打ったのが当たったというか、狙ったというか、なんというか、なんとも言えないですけど、まあ、自分の中では狙ったつもりではいます。はい。まあ、実際、その8月にもう、ね、これから準備していくことになると思うんですが、まあ、ルイ選手との試合があり、まあ、決勝も見据えてたと思いますけど、どういう今後、チームとか、心構えとかで行こうみたいな感じでしょうか？いや、もうとにかく、まあ、正直、まあ、皆さんがどう思ってるか分からないですけど、僕は僕なりの分析で、自分の実力 120% 出しても勝てるかどうかって思ってます、正直、自分でも。ただ、それを出して、試合は分からないんで、本当に、どうなるか、一発当たれば倒れるもんだし、それは分からないんで。その皆さんの考えと自分の考え全てを覆して自分は本当にベルトを本当に巻きたいと思ってます。本当に売れたいと思ってます。はい。昨日、まあ、リング上のオンゼリーと思ったんですけど、すごい体を作ってきたなと思ったんですね。ちょっとトレーニング方法とか変えたりしました最近？特にそうはないんですけど、まあ、確かに減量はまあ楽ではないですよね。はい、楽ではないですけど、まあ、でもやっぱり自分の身長からしたらやっぱりそれぐらいの、まあ、この階級でしかないんで、はい、まあ、特に何をやったってことはないです。はい。昨日セコンド疲れてた方がトレーナーさんというか。そうです。はい。もううちのみんなチームです。はい。元極真の方がなんかでしたっけ？あ、誰ですか？アフリカ系の方。あ、いや、違います。ボクシングのトレーナー。ボクシングのトレーナー。はい。あ、9番の人。あ、そうです。はい。その彼からなんかどういうことを試合後とか言われたんですか？あ、試合後ですか？はい。いや、今回は試合後は何も言わなかったです。はい、まだお説教を受けてないです。はい、これから、はい、やっぱりすごい技術とかは高い方なんですか？まあ、そうですね、まあ、やっぱりキューバはやっぱりボクシング大国なんで、はい、技術は半端ないです、本当に。もういつも怒られてばっかりで、本当にもう怒られるし、もうバカにされるし、もう本当にもういつも泣きたくなるし、もう泣きたいし、怒りたいし、怒れないし、そういう気持ちが試合にもいつも出てます。はい、もう絶対にもう勝って、もう見返してやろうと思って、やっただろっつって、本当に言ってやろうかなっていつも思いながら、本当、だから今回は勝てて、シャーと思って、もうそういう気持ちが本当に試合に出てます。しかもパンチでダウン取ったわけで
ですからね。そうそうですね。まあでも結局パンチでダウン取るんで結局言い返されちゃうんですけど、ほらほらね、これでちゃんと倒せたでしょって言われて、ちゃんと練習すればできるでしょみたいなこと言われるんで結局言い返されるんですけど。なんていう方ですか、お名前。トレーナーさんの名前。バロー。バローですね。はい。これからますます8月に向けて進化していくわけですよね。でもそうですね、もう本当に、まあ、まあでも本当にちょっと昨日の試合の内容では本当にちょっとまずいなちょっと本当思ったんで、もうこれじゃあもう本当に1ラウンドとなく持たずに多分倒されるのこれと思ったんで、ちょっと、まあ、自分でも収穫できたものはあったんですけど、まあ、エバツ選手はそこいうレベルではないと思うんで、はい、ちょっとまたちょっとゆっくりしてから、ちょっと作戦をちょっと立てて